東京都は東日本大震災を踏まえ、家庭での水道水の汲み置きを促進しようと、2年間保存可能な備蓄用の水の販売を今日から始めました。販売するのは高度浄水処理をした2リットルの東京水6本で、限定5000セットです。東京水は水道水と同じですが、長期間保存できるよう滅菌処理をしたほか、塩素を抜いています。他にはこんなグッズも。今回のセットにはこちらの6本のペットボトルのほか、給水拠点一覧、さらにはホイッスル、そして給水袋が入っています。この給水袋、一人でも背負うことができるタイプになっています。今日1日で180箱が売れた東京水。汲み置きを促進しようと、ボトルには通常の水道水の保存の仕方も書かれています。基本的には1日お一人3リットルの飲料水の確保をお願いしていますので、まずお手軽な1日分でも2日分でもいいので、まずは始めていただきたいという気持ちで。価格は1箱1200円で、通信販売のみ受け付けています。